先で引き分けた2人の決着の舞台です。さあ両選手の紹介です。本日のメインイベント WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン115パウンドベネズエラヘススロハス、35歳6ヶ月2度目の防衛戦、ヘススロハス。青コーナー挑戦者 WBA 世界スーパーフライ級11115パウンド緑牛所属小高秀樹、26歳2度目の世界挑戦、小高秀樹。放送の解説は元 WBC 世界スーパーライト級チャンピオン浜田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ浜田さん、4ヶ月前負傷による引き分けに終わった両者、今回決着戦ですが、勝敗を分けるポイント1点だけ。まずはですね、戸高の出方、前に出るのか、そしてもリング中央で戦うか、これが一つのポイントになると思います。第1ラウンドから注目です。そして日本人世界王者不在の時代を止めるという期待もかかる戸高とロハスの決着戦です。リング上ではラモスレフリーが両選手に注意を与えて、さあチャンピオン挑戦者両コーナーに分かれました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、まもなく第1ラウンドのゴングです。第1ラウンドのゴングになりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトル、おーっと、いきなり両選手が大きく腕を絡ませる展開になりました。4ヶ月前負傷引き分けに終わった両者の決着戦、いきなり第1ラウンド開始早々に両選手がもつれる展開になりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、ちょうどロハスがグローブを合わせようとしたところ、はい、いきなり右かぶせてきましたね。もういきなりパンチを打ってきた挑戦者の戸高は黒のトランクス、黒のリングシューズ、そしてチャンピオンベネズエラヘススロハスは黄色青赤、ベネズエラ国旗をあしらったトランクス。両選手ともあの4ヶ月前宮崎で行われた初の対戦と同じトランクス、同じリングシューズ、まさにあの時の決着戦です、名古屋のレインボーホール。さあ浜田さん、はい、第1ラウンドからいきなり、両選手とも駆け引きというか仕掛けるような場面がありましたね。ロハスはそこ、はい、逆に戸高の方がですね、はい、やっぱり強引に行くところでありますよね、はい、大きく右を振っていきます挑戦者戸高、はい、そしてロハスが、はい、ちょっと嫌な顔したんですね、そうですね、はい、それはいいことなんですね、はい、ロハスがやりにくい方向に持っていくのは、はい、戸高いいことですよ、4ヶ月前の両者の初対決は、強い右戸高、さあ踏み込んできた、第1ラウンドから打ってきます、踏み込んで左を打つ戸高、左、さあロハスも左で応戦していきます。チャンピオンロハスは35歳6ヶ月、これが2度目の防衛戦、これが戸高は成功なんですよ、そうですね、突っ込むんじゃなくてですね、はい、パンチを投げるのを打ちながらですからね、はいはい、前回は中に入っていって、抱きつくような場面が多かった両者の初対決ですが、今回はここまでは中間距離が多いですね、それから強引に振ってますからね、この強引に振るのがですね、まだクリーンヒットではないですけど、体のどっかに当たってますからね、はい、そういった面ではロハスとすると逆のやり口がありますね、かなりパンチを強く振ってきている挑戦者トラカ、第1ラウンドも2分経過しています。さあここでラモスレフリーが両選手を分けます。チャンピオンロハスはこれが44戦目、過去43戦しまして37敗3分け1無効試合という長いキャリアを持っています。プロキャリアが13年と10ヶ月今、ロハスに対して、切りましたね、はい、ロハス右の目の上、最初のバッティングの時に嫌な顔したんですけど、はい、その時に切りましたからね、第1ラウンド残り30秒切っています、踏み込んで右、挑戦者戸高の右、あっと
これは右ですね、はい、前回は左の目の上を切ったんですが、今回ロハスは右の目の上かなり赤くなって、これ出血があるかもしれませんが、一番、はい、一番出だし、嫌な顔だったんですが、その前に切れたと思いますね、いきなり出だしで前に突っ込んでいった、そこでチャンピオンロハスの右目の上が切れましたか。これ第1ラウンド終了です。名古屋市南区にありますレインボーホール、1ラウンド、トラカの出だしが注目されたんですが、 いきなり踏み込んできました。いやこの出だしは最高にいい出だしですよ、はい、そうですか、うん、ただ、ロハスが右目上眉のあたりですかね、そうですね、切ったのがこれがパンチなのか、はい、バッティングなのか、うん、ちょっと、レフリーの判断が、レフリーの指示がちょっとなかったんで分からないですね、そうですね、これがパンチであれば、はい、パンチであれば、ノックアウト TKO の可能性が出ますからね、はい、今のところレフリーラモスさんの、ジャッジに対するその減点などの動きはありませんでした。さあ第2ラウンドのゴングが来ています。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ第1ラウンド開始早々、いきなりチャンピオンロハスが右の目の上を切っています。それを戸坂のですね、はい、右のロングロングですけどね、はい、予想以上に伸びますね。あ、そうですか、うん、はい、調子いいという証拠ですよ。本佐々木大東さん、はい、青コーナーの松尾会長の指示なんですけどもね、1ラウンド終わってロハスの出方全然怖くない、相手は嫌がっていると、はい、もっとジャブをついて、はい、ジャブをついて力では負けないんだという指示が飛んでいます、はい、青コーナー挑戦者戸坂秀樹陣営のリポーター藤井俊彦アナウンサーです。浜田さん、はい、その前回対戦してチャンピオンロハスに対する怖さは全くないと、そのジャブを打つためにこの4ヶ月徹底的トレーニングを戸坂は積んできてるんですね。まだジャブは少ないんですよ、少ないですね、はい、少ないんですよ、強引に行ってる生き方、それが、はい、構想してますね、はい、そしてこのラウンドはロハスの左がだんだん出てきたんですね。そうですね、はい、そして左のトラカも左を返しました。チャンピオンのロハスは右構えの右のボクサータイプなんですが、なんといっても持ち味はこの左、前に出ているその左腕から繰り出される左のフックアッパー、当てるのが実にうまいんです。プロイトさん、はい、チャンピオンサイドですよ、はい、チャンピオンサイド、シアカトレーナーの指示はですね、くっつくな、距離を持って戦え、左を有効に使って右を打っていく、あと頭には気をつけろと言っています、はい、くっつくな、距離を取れ、浜田さん、はい、両者の初対決、4ヶ月前はトラカはこの接近戦に活路を見出そうとした試合展開だったんですね。まあそうですね、それで、はい、いい状況で行ったのか行ったんですけど、はい、やっぱりアンラッキーですよね、はい、みんなのバッティングですから、はい、だから今回はですね、先行方法で、はい、長い距離から打ちながら、はい、そしてその後に若干頭が低くなってるんですね、はい、それがやっぱりバッティングで ロハスもしくは戸坂の目が切れたらっていう心配が出ますけどね、はい、さあもう第2ラウンドも2分が経過しています。 WBA 世界スーパーフライ級、今日の戸坂は調子いいですよ。そうですか、はい、はい、今回はですね、この中間距離からしっかりとパンチを打って、うん、パンチによってダメージを与えてポイントを取っていくボクシングをするという話をしてましたけども、いや実際そういうボクシングですね、はい、ただこのラウンド、はい、ロハスの左が出てきましたからね、はい、その左のフックアッパー、そしてタイミングよくその当てる左のパンチ、ちょっとチャンピオンロハスにローブローの注意が与えられました。第2ラウンドも残り30秒を切っています。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、さあまた潜り込んでいくところロハスが抱え込んでいく動きを見せましたが、第1ラウンド開始早々にチャンピオンロハスは右の目の上を軽く切っています。リングの中央睨み合う両者、中間距離です、前回とは違います。さあロハス左を伸ばす、左に3発出てきましたね、はい、出てきましたね。第2ラウンド残り時間ほとんどありません。ラウンド終盤のところトラカの右のストレート、これはですね、ロハスもカウンター狙ったんですよ。そうですね、トラカが顎を引いてる分良かったですね、はい、ロハスがこういったカウンター組むのは珍しいですね。珍しいですね、はい、トラカ調子乗ってますね、はい、ロハスはこれプロキャリア4度目のダウンなんですが、日本人に期して初めてのダウン。さあ第3ラウンドのゴングになりました。第2ラウンド、はい、ロハスもリズムは崩れると思いますけどね。そうですね、はい、さあしかし第1ラウンドから積極的に出てきまして、予告通りの中間距離でしっかりパンチを打つボクシング、うん、まさに成功法ですね、まあ、成功法、
オーバーハンド右、この右が本当によく伸びてますね、はいはい、右を打った後の左のボディ、まあこの戸高の右に対してロハスの右狙ったんですけど、はい、戸高の右の方が早かったですよね。そうでしたね。いや本当に今の右なんかも当たってはないですけど自信持って言ってますからね。そうですね、いいコンビ持ってますから、やっぱりよく出ますよね、はい、前回地元宮崎ダウン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 ではありません。押し込んでいったトラカですがロハス膝をつきました。これはスリップ、そして左チャンピオンの左トラカが入ってくるところ左狙いましたチャンピオン山田さん。しかし今のもダウンではありませんが、はい、押し込んでいってプレッシャーをかける中間距離で打ってからプレッシャーと前回とは違うですパターンですね。前に前に乗ってるということですよね、はい、それで押す力が今日はあるということですね、はい、放送席大東さん、はい、青コーナーはイケイケムードです、はい、慌てるな、ただ慌てるな、そうです、ね、ジャブからついてワン、ツー、スリー、フォーだという指示です、はい、田村さん、はい、確かにダウンを取られてますがチャンピオンロハスは左がよく伸びる、そしてタイミングがいい、うん、迂闊に出ていくとまた逆にカウンターをもらう可能性もありますよね、まあ、実際そこは気をつけなきゃいかんですけどね、ただ今の勢いは出てきますから、はい、この勢いは止めちゃいかんですね、はい、今は攻めなきゃいかんですよ、はい、今は挑戦者戸高の攻めどころ止まるとですね、止まるとロハスリズムを戻してきますからね、はい、動き続ける、はい、オーバーハンドの右ロハス顔面にヒット、右が前に出る、右が大きいです、詰める、詰める、ローブに詰める、ローブに詰める、戸高今日は徹底して前進していきます。今日は、ね、右に体重がよく乗ってますからね、はい、右のパンチにこの右の力をつけるためにロサンゼルスで3週6週間の合宿、そして150アービー、右入った、右入った、トラが詰める、詰める、詰める、ロープに詰まったチャンピオン、徹底して右でプレッシャーをかけて押し込んでいきます。ちょっとこのプレッシャーでロハスパンチが止まってますよ ね、 そうですね、はい、ロハスの右が出てくるんですね、今度は左が守りに回ってしまうところありますからね、はい、ロハスの得意な左を殺すというのも、はい、右をどんどん出すのがいいんですね、はい、さあしかしロハスのパンチも少しずつ当たっておりますが、そうですね、当たってきてます、当たってきてます、ただ押し込むプレッシャーはトラカノが上です。ロハスのパンチも当たってきてますよ、当たってきてますよ。第2ラウンドの終盤にダウンを喫したんですが、じわ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 、まあ、冷静さを取り戻しているかチャンピオンヘッドゾロハス、しかし前に出てきます、またロープに詰める。今日のトラカは接近戦ではありますがしっかりパンチを打ちながらの前進です。もう少し戸高、はい、体を振る方がいいですね、さもう少し体を振った方がですね、これ第3ラウンド終了です。世界戦のジャッジはアメリカからアルマンド・ガルシアさんとジアン・ホールさん、そしてフィンランドからエルキ・メロネンさん、レフリーはアメリカからラファエル・ラモスさん42歳です。そして WBA 世界戦の主なルールですが、採点は3人のジャッジによります10点法、各ラウンドなるべくどちらかの選手に明確に優劣をつけていきます。3ノックダウンシステム、そして故意ではないバッティングが原因で試合続行が不可能になった場合は4ラウンドまでに試合が止まればドロー、5ラウンド以降の場合はそれまで採点です。さあ第4ラウンドのゴングやっています。浜田さん、はい、このルールでいって、はい、前回の4ヶ月前は、はい、この4ラウンドまでに故意ではないバッティングによって試合が止まってしまってドローチャンピオンの防衛でした、はい、今回は第1ラウンドにチャンピオンが出血して2ラウンドにダウンを取られてこの第4ラウンドを迎えています、はい、そういうところでは、はい、戸高ムードは増してますね。そうですね、もう完全に戸高ペースと言っていいです。まさに第1ラウンドから先手を取ったボクシングができてますね、はい、はい、さあしかしそれで勢いを止めちゃいかんですね、はい、ライトさん、はい、チャンピオンサイド赤コーナーですが、傷なんですがまず右目の上、はい、傷は1センチ程度、深くはなく、はい、今血は止まっている状態です、はい、そして指示なんですが、はい、もっと体の柔らかさを使え、お前の柔らかさならパンチは避けられるとということです、はい、そうなんです。チャンピオンのロハスは実に状態が柔らかい、パンチを避けるかわす技術が巧みなんですが、今日はその状態の柔らかさを使う前にトラックがプレッシャーをかける展開ですよね。そして2番のカウンター組みましたからね、カウンター組みましたが、そこでロハスも避けるというよりも避ける瞬間にまず打つ動作になってますよね、どこにか戸高の、はい、パンチを止めようとしてますからね、止めようと、はい、ロハスも打ちに出てるんですね、うん、ちょっと止めようという意識があるために戸高に読まれるモーションということでしょうか。読まれるというよりもですね、ロハスが余計になかなか回ってないということですね。あ、なるほど、さあ、自分でパンチを打ちながら、はい、戸高の勢いを止めようと思うし、今、そうなんですね、
前回宮崎での両者の初対決はこの第4ラウンドの途中に試合が止まってしまいました。故意ではないバッティングによるロハスの負傷、試合続行不可能、そして規定によってドロー、引き分けでチャンピオンロハスが初防衛を果たしました。前回は接近戦で活路を見出そうとした挑戦者トラカ、しかし本当に不運な形での引き分け、チャンピオンタイトル獲得ならなかったトラカですが、おっと右それが来ましたね、チャンピオンの技に少し体を振るわけですね、はい、今ブロックの上を打たしながら入ろうとしてるんですね、はい、パンチを出さないといかんですね、パンチを出す、そしてその前にちょっと体を振らんといかんですね、ちょっとまだ状態硬いですか、トラカは。ですね、今正面的すぎるところがあって、そして、状態が立ちっぱなしのところがあるんですね、はい、そこにもこのラウンドは振ってますよ、そうですね、ちょっと振ってますね、はい、少しずつロハスのパンチが出始めまして、今振ってますね、はい、トラカの顔面に当たり、チャンピオンの右、それでリング中央で止まってしまうと、はい、ロハスペースになりますからね、止まらずに動くと星ロープに詰めます。今ちょっと避けながら下がりながらロハスガード下げましたけどね、若干余裕が出てきたということなんですよね、少しチャンピオンの方も落ち着いてきましたが、はい、2ラウンドにダウンを喫しているのはチャンピオンの方です。さあ 第4ラウンドも残り時間ほとんどありません。接近してロープから離れました両者、第4ラウンドこれ終了です。はい、両選手の体格なんですが、はい、身長ではわずかにロハスが上回っていますが、はい、脅威がかなり、トラカがですね、前回の世界戦よりも、大きくなりまして上体にパワーがつきました、そのあたりのパンチというのはしっかり出てますよね。しっかり出てますね、思いっきりパンチを振るところなんか、はい、全然前回と変わっているところですね。気持ちに迷いがないという感じがしますよね。思いっきり振ってますからね、はい、そういった面ではこのパンチ出せば勝てるという自信はつけているということは事実ですね、はい、さあ第5ラウンドのゴングになりました。前回の両者の対戦は第4ラウンド途中で終わりましたので、戸高にとりましてはここからこの第5ラウンド以降は世界戦初の経験になります。戸高さん、はい、青コーナーなんですけどね、はい、4ラウンド終わって、もう4ラウンド終わったから、もう中に入っていいぞというそういう指示が出ました。なるほど、浜田さん、はい、第5ラウンドのゴングが鳴ったということは、はい、この後もし何かしらのアクシデントがあって試合が止まった場合でも、はい、それまでの採点になるわけですよね。そうですね。そして戸高セコンドとしてもですね、これまでこのラウンドまで、はい、ポイント取ってるというふうな見方ですよね。確かに第2ラウンドにダウンがありまして、序盤第4ラウンドまではトラカのペースで進んできているという感じがあります。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、さあトラカが右、細かい右、細かい右、細かい右、この右が今日生きてますよね、はい、この右の力をつけるために恒例のロサンゼルス合宿は今回は過去最多の6週間に及び150ラウンド以上の実践的なトレーニング、徹底的に状態を鍛えまして、そして本人もいい筋肉がつきましたと話していました、トラカ秀樹。さあまた詰めます。ただ4ラウンド目からですね、はい、このラウンドを戸高右盛んに振ってはきてますけど、4ラウンド目から若干動きが止まっているところあるんですね、戸高の、はい、確かにパンチを出すその当てる角度のうまさという点ではチャンピオンロハスが第4ラウンド以降から少しずつ盛り返してる感じがするんですよね。実際に当たってますからね、戸高の動きが止まってきてるっていうのがあるんですね。なるほど、はい、確かにロハスはやりやすいわけですね、はい、第1ラウンドから先制攻撃で大きく動いていってパンチを強く打っていった、ダウンも取った、ちょっとここのところでこれはトラガの方の動きが鈍ってきてるということなんですか。実際それあるんですね、もう一度リズムを出せばいいんですけど、今右にちょっと力込みすぎてですね、右打った後の左が出ないんですね。なるほど、確かに右に力はついてきましたけども、今回トラガはやっぱりロハスの左は前回うまいとは思ったけれども、左には左だと、左をうまくしない限りは絶対にロハスは攻略できないと話してました。左に自信を持っての再戦なんですけれども、確かに、左はちょっと少ないですよ。そうですね、右の方がどちらかというと強く大きく打ってる感じがありますね、それでいいプレッシャーになってるんですけどね、今のところは、ただそれ空振りした時、空振りした時はやっぱりロハスに打ち込まれてるところあるんですね、チャンピオンのロハスがじわじわとその得意の左を当てる、当てていってポイントを取るボクシングを取り戻してきているのか、それともトラカがプレッシャーをかけ続けるのか、踏み込んで右、トラカの右です、ロープに詰まります、両者右は、はい、いいんでどんどん出すことはいいんですけどね、はい、その軽節さん後ですね、あ、そうですね、チャンピオンその辺狙ってるんでしょうか。さあロハスのパンチが当たってきたんですね。第5ラウンドも残り時間10秒切っています。踏み込んで右、これは空振り、ロハスちょっと余裕出てきたんですよね。第5ラウンドこれ終了です。
中盤第5ラウンドになって少しずつトラカチャンピオンロハスもこの得意の左を伸ばしていって試合の主導権を取り戻そうとしてますね。そうなんですよ。そして当てるうまさはありますからね、はい、そこでトラカ止まっちゃいけないんですね、はい、止まるとやっぱりロハスは若干休みたいときに休める、いろんなことできるわけですよね、はい、さあこれから試合は中盤第6ラウンドに入ります。第6ラウンドのゴングになりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、挑戦者黒のトランクス、トラカ秀樹、第2ラウンドにダウンを1つ奪っています。しかしこの第4ラウンドの後半ぐらいからチャンピオンロハスが、今回が44戦目というプロキャリア、35歳6ヶ月大ベテランです。そのベテランらしさを発揮して少しずつ冷静さを取り戻しているかもしれません。あのロハスの左が当たってきましたね、はい、当たってきましたね、確かに少しずつ先にパンチを打つのはロハスの場面が大きくなっています。トラカとしてはあの第1ラウンド第2ラウンドに出した自分から先に打っていって追い詰めていく、そうですね、はい、ただそれでスタミナなくしているところ今若干あるんですよね。あ、なるほど、それは我慢して、はい、先手なんですよ、そうですね、そこは頑張るんですね、はいはい、トラカ秀樹は26歳、スピード若さでは絶対自分の方が上回っているのはチャンピオンのロハスが上回っているのは年齢だけ、そう豪語していました。その若さと勢いでこの大ベテランロハスを攻略するのか。さあリングの中央、ロハスが若干リズムを持たせたときたところありますね。しかしトラカの右追い込んでいこうというところで、しかしロープで両選手がまた分かれます。確かにこれ中間距離リングの中央で見合ったときに、はい、先にパンチを出すのがロハスというシーンが多くなっていましたね。ロハスの左からですよね、はい、この左というのはですね、はい、今の最低基準では、はい、なるほど、あの有効と見られるんですね、はい、大東さん、はい、ロハスサイドです。はい、まずは左を出していけ、お前から先に動け、そして正面から行ってはダメだ、うん、横から回って変化をつけていけ、横から動け、はい、チャンピオンロハスコーナーのリポートは伊勢谷学アナウンサーですが、浜田さん、はい、チャンピオンロハスの陣営としては、はい、まっすぐ入ってトラカの強いパンチを受けている、はい、横に動けてほしいですね、うん、そうですね、まあ、横に動くことはまだちょっと出てないんですけどね、そうですね、はい、左を先に出す、そして、うん、相手にパンチを当てるというところは、はい、できてきてますね、ロハスも、うん、はい、トラカとしてはもう前半主導権を握りました、はい、問題はこの中盤終盤以降でどれだけそのチャンピオンにポイントを奪われないか、そして奪われないかというよりもですね、取りに行かなきゃいけないんですね、なるほど、ここで消極的になってしまったら、せっかく前半戦にポイントを取った、その勢いがそのまま行きたいわけですね、そういうことです、このオーバーハンドの右、だからこの右をですね、もっと再三使ってもいいんですよね、はい、今現在はですね、やっぱり、右打った後次が出ないんですね、ちょっとこれ狙いすぎてるんでしょうか、スタミナを消耗してきたというところがあるんですね、はい、前半で飛ばしすぎということかもしれませんが、しかし試合はまだ第6ラウンドです、まあ、残り時間10秒切っています、飛ばすのは大丈夫ですよ、はい、さあこれが打つ細かいパンチを打ちました、もう左も欲しいですね、第6ラウンド終了しています。コーナーです。白髪の方がマック栗原トレーナー67歳、薬師安生をはじめ3人の世界チャンピオンを育てました。このトラカとは3年前からコンビを組んでいます。トラカは今はダークホースかもしれないが、いずれ世界に知られるボクサーになる、私はその自信があると試合前話していました。さあ試合は第7ラウンドです。第7ラウンドのゴングになりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、序盤3ラウンド途中4ラウンドぐらいまではトラカ、しかし中盤になって少しずつチャンピオンのロハスが盛り返してきている、そういう展開といっていいですね、そういった展開に実際になってますからね、せっかく出だしロハスのペースに出すことできたんですけど、はい、できました、もう一回やるんですね、はい、まあ、そのためには相当、エネルギースタミナ使いますけどね、はい、エネルギー使わないとロハスのリズム崩れないですよ、そうですね、はい、力でねじ伏せるボクシング、それがロハス攻略法の一番大事なポイント、トラカはそう話していました。ロハスは確かに休むのもうまい、スタミナを消耗させるボクシングもうまい、しかしそれ以上に自分の方にパワーとスタミナがあれば12ラウンド押し切れるんだ、そういうボクシングがロハスを攻略する秘訣なんだ、トラカはそう話していました。しまし、ロハスがですね、やっぱり余裕出てきましたね、出てきましたか、出てきましたね、はい、さあこの中盤以降序盤に取ったそのトラカのペースをどこで取り返していくか、そうですね、トラカがちょっと体低くするところですね、
この左のアッパー、そしてフックがタイミングがいいんですよね。うん、そうですね、はい、決して一発一発パンチの強さはないんですが、今なんかですね、はい、あのロハスが、はい、肘で戸高の顎を上げたところなんか、うまいところですよ、はい、ちょっと今のローブローの注意が戸高の方に入りました。ローブローで若干休もうと、はい、ちょっと休もうと、はい、そうですね、はい、この辺のところが老化のテクニックなんですね。ロハスの今はですね、少し、まあ、正直すぎるところがあるんですね、トラカの方がですか、はいはい、それをもう少し、ボディ打つなり顔面打つなり、うん、今日右がよく当たってますからね、はいはい、右は、はい、いいですね。この右をもっと使うというところも一つの、点になるんですよね、うん、それは右の方をもっと多く出していくという意味です。ちょっと左をとうまく合わせていくということなんです。右を先に出すということです。先に右、はい、ただこの右出すというのはスタミナ相当使うんですよね。それでスタミナ今消耗しているのは実際あるんですね。うん、そのトラカのスタミナの消耗具合を果たしてちゃんと落とす、今なんかはですね、はい、やっぱり、若干バランス崩すところはバチでいいというのはあるんですね、はいはい、この辺りのバランスを崩すところはトラカの全体的にバランスのいいボクサーなんですけども、この辺りの動きがあるあたり、あるいはちょっと前半から飛ばして少しスタミナを消耗している動きかもしれませんが、さあ残り30秒、まあ、じゃあ今度はですね、右打つのをバッてしまった場合の今度は左から入ってみるというのも一つの、はい、ポイントなんですね、左を力抜かずに力を抜いて打ってみると、はいはい、軽く当てていく、そしてダメージを取っていく左ですね。ダメージよりもですね、まずリズムを作る左ですね、はい、左だけではなかなかダメージ取れないでしょうから、はい、さあ第7ラウンドも残り10秒切っています。ここは中間距離、第7ラウンドが終了しています。そして真ん中の飯田聡、ヤクシー・ヤセイと名古屋から生まれた3人の世界チャンピオンがリングサイドに連れかけています。今映りました前王者の飯田、戸高はこの飯田のジムの後輩です。飯田からタイトルを奪ったロハスに前回宮崎で挑戦して引き分け、そして再戦、試合はこれから第8ラウンド、第8ラウンドのゴングになりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、浜田さん、はい、全体的には、はい、序盤はトラカ、はい、中盤以降少しずつロハスが盛り返してきている、はい、こうなってくるとですね、はい、これから第8ラウンド、このラウンド以降の両者の戦い方、ポイントになるのはどなたでしょうか、うん、まずロハスはですね、今のようなボクシングで行こうとするわけですね、変えるのはやっぱり変わろうというのはトラカなんですね、このトラカはもともと難儀してでも、プレッシャーかけて、打っていかなければ、このロハスのリズムというのはなかなか壊せないところがあるんですね、うん、その実際に1ラウンド2、3とやったわけですからね、はいはい、出た、出ました、左から右、トラカ、この連打を打った後、次の動きですね、そうですね、はい、今のパンチだけではリズムを作りきれない、もう少しですね、はい、放送席大藤さん、はい、青コーナーサイドなんですけれども、会長からはお前はチャレンジャーなんだ、はい、積極的に行け、休んでる場合じゃない、はい、先に手を出せという指示です。あ、やはり青コーナートラカ陣営の方もややトラカが休んでるというか、少し動きが鈍くなってきてるとそういうのが分かってるんですね、はいはい、これ休んだらやっぱり世界タイトル取れるわけないですからね、そうですね、はい、まあ、そういった面でやっぱりロハス、ちょっと低いが、はい、今チャンピオンロハスにローブローの注意が入りました。ラモスレフリーが一旦両者を分けて、やっぱりロハスは自分のリズムに持っていく方うまいですよね、はい、そうですね、特にこのローブローなど本当に反則スレスレの老快なインサイドマークで相手のスタミナを奪ったり自分が休んだりしていきながら試合を組み立てていって、気がつけば勝つという、この辺のうまさを持ってるんですね。まあ、今一生懸命よく手出してますけどね、はい、これをしっかりしたパンチ打てればまだいいんですけどね、はい、少しずつトラカも手数を出し始めてはいますが、うん、このラウンドは一生懸命出てきましたね、出ようとしてますね、はいはい、ただ手出すだけじゃなくてですね、やっぱり、ロハスの場合は当てようとしてますからね、その違いがちょっと今出てるんで、当てるパンチを今度打ってみるということですね、当てるパンチ、はい、トラカの方ですね、はいはい、そして打った後必ずその体を密着させるような動きがありますが、これ、うん、いい右です、マック栗原トレーナーはロハスはここ最近は7ラウンド以降に明らかに動きが落ちている、うん、勝負は7ラウンド以降、うん、絶対そこでチャンスが来ると話してましたが、うん、まあ、7回とは限らないんですけどね、自分が苦しいとか相手も苦しい、これは両方に今いるんですね、はい、第8ラウンドも残り30秒切っています。
ロハスもバッチリきましたよ、そうですね、うん、さあ消耗戦になってきましたか、 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、ロハスもバテてはいるんですけど、はい、うまくあのバランスを成功に保ってる分、うん、上でいいですよね、はい、さあ第8ラウンドも残り10秒切っています、さあ両者接近して打ち合うスタミナの消耗戦だ、第8ラウンドこれ終了です、第8ラウンド少しずつロハスのペースも落ちてきて、この右がまた当たり出しました、うん、ですから今のラウンドはですね、まず打って出たということがいいことなんですよね、要するに技術的に駆け引きしたらやっぱりロハスの方上ですから、一生懸命前に出て当てるということが必要なんですね、駆け引きをするチャンスを与えないようなプレッシャー、そういうことです、要するにロハスにボクシングをさせないというのが大事なんですね、さあ第9ラウンドです、ということはリング中央で止まっちゃいけないということですね、はい、なるほど、動き続けるボクシング、トラカ本人も話してました、僕のボクシングの特徴はやはり止まらないボクシング、動き続けること、動き続けながら、それは体だけではなくて頭も動き続けるボクシングと話していましたが、チャンピオンのロハスは第1ラウンドに右の目の上を軽く切ったんですが、浜田さん、はい、この出血は止まってますね、そうですね、はい、今は気にならないですね、そうですね、はい、そして第2ラウンドにはトラカの右のストレートが当たりまして、チャンピオンのロハスがダウンを喫しています、序盤はトラカのペース、中盤になりまして少しずつロハスがそのポイントを取り戻してきましたが、さあ第9ラウンドに勝負は入っています、少しずつロハスの方も消耗してきています、もうこれは粘り合いというか、まさにスタミナの消耗戦ですね、いやこれはですね、はい、まさにロハスも疲れてますから、このラウンドはロハス距離を取ろうとしてますよね、なるほど、はい、トラカとして、トラカの接近が、はい、嫌になっていると、はい、いうことを言えますね、ここでトラカは休まずに距離を詰めていく、そういうことです、はい、さあそうやって中に入っていきます、ただ詰めるだけじゃなくて今回は当てなきゃいかんですよ、はい、そうですね、はい、強いパンチじゃなくていいですからね、はい、当てなきゃいかんですよ、当てていけばロハスはプレッシャーを感じて少しずつ下がってくる、うん、はい、そしてパンチ、それがポイントになりますからね、なるほど、はい、右細かい右です、はい、ラウンダーのロハスは距離を取りながら、それで当ててはいるんですよね、当てながら今のパンチもですね、はい、当ててはいるんですね、はい、前進だけではなくてトラカの場合は前進しながらなおかつパンチを当てていく、そうしないとパンチが当たった感覚の部分になってしまうと、ジャッジが割れる可能性もありますよ ね、 そうですね、はい、特に今のボクシング採点基準だと結構割れますからね、はい、さあペースの取り合い第9ラウンドも続いています、相変わらず先に前に出る姿勢があるのはトラカの方です、挑戦者トラカ、これって、ね、今顔面ですよね、はい、顔面にそう持ってって結構軽くしてますけど、ボディに当てて上に返せばまた当たりやすくなりますから、ボディから顔面、はいはい、下から上ですね、そうです、はい、ただその下を打つときに、はい、手数が出ない場合は中に突っ込んでいた頭から入ってしまう可能性もありますね、そうですね、はいはい、前回はその展開になってしまって、まあ、故意ではないバッティング、これが負傷引き分けの原因になってしまいましたが、今回は比較的中間距離の多い試合展開、試合は第9ラウンドも残り第9ラウンドも30秒残すのみ、左細かい左、挑戦者のトラカ左、強い右です、挑戦者のトラカ右が入った、今日はこの右がいい、ラウンド後半またトラカの右が当たり出しました、うん、そうですね、はい、この回のですね、キュアの前半、ロハスのパンチ良かったんですけどね、どんどん勢い馬力で押していった時に押し切りましたね、はい、今のラウンド、はい、そうですね、それでいいんですよ、はい、さあ試合はこれから第10ラウンドに入ります、今のその馬力で押すということを最後まで続けたいですね、10、11、12、勝負でしょ、はい、さあ第10ラウンドの後になりました、 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、さあリング中央打ち合う、そしてロハスの方も押し合いは嫌がってますからね、押し嫌がってますよね、はい、はい、こうやって押し込んでいってロハスが嫌がるボクシングを展開していきながらなおかつ当てるボクシング、そうですそうです、はい、ダメージを取るボクシングですね、右オーバーハンドの右、このオーバーハンドの右は宮崎のジムに19歳で入門してほとんど独学で学んできたパンチです、宮崎のジムで鍛えて、そして名古屋ミドルジムに去年1月に移籍したトラカ、
放送席大東さん、はい、青コーナーなんですけれどもね、はい、また先ほどのラウンドのからですね、また寄るたんじゃなくてですね、バテバテで寄るはい、そうなんですね。そしてトラカはここを休まずにいかなきゃいけませんね。さあ、チャンピオンのラハスが疲れてきました。スタミナの消耗戦、しかし消耗戦は望むところといっているトラカ、自分のペースに持ち込んでいるか。パタリングの中央です。ロハスバッティングですよ、バッティングですよ。はい、はい、確かに中盤ペースを取った。左のパンチも減ってきました。ロハスもこのラウンド前に出ようとしますね。やっぱりロハスもあの勝負が起こるんですよ。はい、ただそれでちょっと足がもつれるシーンがあった。そこをトラカは逃さず前に出て打っていった。そうですね、はい、トラカはこの積極的なボクシングを続けなければいけません。ロハスも前に出ようと一生懸命ですね、はい、やっぱりロハスも必死ですよ。はい、やはりこのトラカのプレッシャーを感じてこのまま下がってしまっては押し込まれると、そういうことですね。理解してきましたね。ここは勝負だということですよね。はい、本当にロハス前に出てきましたから、はい、前ラウンド、はい、残り1分を切っています。第2ラウンドに挑戦者トラカがダウンを1つ奪っています。そして終盤に入っている WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、4ヶ月前宮崎の引き分けの決着をつけるための試合です。ロハスのアッパー入ってはいるんですよね、ただトラカはそのパンチを気にしてしまってプレッシャーをとこれラモスレフリーから注意が入って、その注意が終わらないうちにトラカに接近勝負しましたが、ここは一旦レフリーが分けて、さあ試合再開。確かにロハスが出てきましたね、はい、これはやっぱり勝負どころで見たんでしょう。ロハスは、はい、疲れていることは間違いないんですが、勝負どころと、こっちは根性勝負ですよね、はい、まさに気持ちと気持ちのぶつかり合い、右が出ります。チャンピオンのロハス、ね、残り10秒切っている。第10ラウンド、トラカ押し込む、押し込んでいく。ここでまさに消耗戦、第10ラウンド、これ終了。まさに戸高、粘り合い、頑張り合い、あと2ラウンドですからね、2ラウンド、極端に言えば休まずに打っていく、はい、これ大事ですよ、はい、終盤からの勝負が本当の勝負、マックトレーナーもそう話していました。まさに正念場、残り2ラウンド、これから第1ラウンドです。ここでは技術的による根性勝負になり、はい、なってきましたね。さあ、第11ラウンドのことになりました。残り2ラウンド、まさに消耗戦。放送席大東さん、はい、青コーナーなんですけどもね、はい、残りは2つ、あと2つで世界チャンピオンだ、はい、マック栗原トレーナーなんですが、手を出せば絶対に勝てる、いつになく大きな声で指示を出しています。チャンピオンバランスを崩した、ロハスがバランスを崩しました。相当あのロハス疲れてるということですからね、はい、浜田さん、はい、しかし消耗戦になってきましたけれども、はい、このままですよ、はい、もし判定ということになるとすればですよ、はい、これまでの WBA のルールをもう一回おさらいしていきますと、はい、3人のジャッジは、はい、各ラウンドなるべくどちらかに明確に優劣をつけるよう指導されています。そうなんですね。そうなりますと各ラウンドのその優劣のつけ方、はい、この基準が問題になってきますね。まずですね、はい、1回2回3回目の各人とかあの優勢で進めたことが言いづいたと思うんですよ、ね、それがあの中盤からですね、戸高、はい、は打ってはいってるんですけど、ロハスのパンチが当たってるんですね、はい、それをどういうふうに取ってるか、はい、そして、最終ラウンド当たった数は5分にしても戸高押し気味なところは出てきてるんですね、はい、この消耗戦になった中盤以降、はい、この辺のこの3人のジャッジがどう見ていくか、この辺も微妙なところでありますけども、本当に微妙ですね、はい、そうなりますと、しかし浜田さん、はい、この11、12残り1つのラウンド、はい、はっきりと戸高の方は取ったというラウンドを作りたいところですね。はっきりと取ったというのを取りたいですね、はいはいはい、そのためにはまず前に出てしっかりパンチを当てる、押し込んでいく、要するにあの、はい、前に出るだけじゃなくて、はい、あの当てなきゃいけないんですね、今見てますね、ロアスのパンチも当たってるんですね、はい、空振りでちょっとトラカもバランスを崩しかけました。ロアスはあの体で押されるところあって、パンチ当てるんですね、はい、そういうところをどういう風に見てるかですよね、はい、その辺でこれまでも微妙に分かれているラウンドもあるかもしれません、はい、それだけでこの残り2つのラウンドは大事です。はっきり押して、はい、押していって、はい、パンチ当てたいですね、はい、押するだけではなく、そして押していって打つ、当てる、そうですね、はい、まあ、しかしロハスも35歳6ヶ月疲れてますが、疲れてますけど最後の力を振り絞りますね、あの軽いパンチなんです、当てているわけですよね、はい、この辺のその自分の置かれている立場とか動きというのを十分に理解した上の試合の組み立て、
さすがにこれが44戦目という大ベテランのロハス。軽いパンチですけど、ロハスのパンチ当たってるんですね。はい、戸高の体で押してますけどね。はい、気合い、なっと、チャンピオンの後に押した、またロープにつける、これが、ここで集中出してるんですね。はい、ここで押し込んでいって、さらに打っていくこと、集中出してるんですね。はいはい、しかし、この辺でまた相手を抱え込んでいくのもチャンピオンの上手でもありますが、残り時間30秒切っている、第11ラウンド。さあ、この後です。仕掛けていって、はい、打たせて入るんじゃなくてですね、打ちながら入るっていうのが大事なんですね。打ちながら入る、はい、今の先にロアーズのパンチ、はい、当たってますからね。今右入った、小高が右が入って、そして押し込んでいった。第11ラウンドの残り10秒切っている。さあ、これ押し込んでいくが、おっと、もつれた、もつれた、両者もつれた。レフリー、ロースレフリーが分けて、これ第11ラウンドが終了しています。トラカも疲れてるかもしれませんが、はい、残りあと3分になりました。3分、休まずに3分、何発打てるか、何発当てきれるか、はい、これがやっぱり勝負の一つの分かれ目になりますね。はい、ここまでの展開を考えると、まさにこの最終ラウンドの動きが勝敗の行方を左右するといっておかしくないかもしれませんね。思いますよ。はい、さあ、大歓声レインボーホール、最終ラウンド第12ラウンドの動きになりました。第2ラウンドにダウンを奪っているのは挑戦者のトラカの方です。そしてそこからは勝負の戦、お互いにまさに自分のスタミナ、技巧を尽くしての試合が続いて最終ラウンド。さあ、両者打っていく、接近して打っていく。まさに自分が苦しいとき相手が苦しい、はい、本当に条件が一緒ですね、はい、今の状態は、はい、左、チャンピオンの橋の左、左のピックアップ、あっとの橋も、あっとの橋も、もつれた、あっと打たれた、チャンピオンの橋が打っていく、トラックされました。おっと、しかしここはトラカのバランスが崩れたところ、しかさず今チャンピオンのロハス、はい、聞いてしまいましたよ。はい、ちょっとトラカがバランスを崩したところ、ロハスがすかさず打ってきました、うん、ですから体だけ持っていくんじゃなくて、バランス崩さないのも大事ですよ。そうですね、苦しいから打って、ただ体を預けるんじゃなくて、引き分けに終わった宮崎から4ヶ月、この4ヶ月間はこのバランスをうまく取って打ち続ける、その練習に明け暮れたトラカ。さあ、最終ラウンドの強度が自分の理想のボクシングと言っているトラカ、消耗戦になっています。はい、チャンピオンサイドです、はい、最終ラウンド出る前にお前がチャンピオンだ、はい、相手も苦しいんだから、はい、しっかりしろ、キキと、はい、シアカトレーナーを送り出しました、はい、まさにチャンピオンも視力を振り絞っています。一方、青森なんですけれども、はい、今までしてきたことを全部出せ、はい、3分間ぶっ飛ばせという指示で送り出しました、はい、さあ、休まず打ち合うか両者。このラウンド、はい、いいの食いましたね、最終ラウンド、残り半分、1分30秒切っています。戸高、離れちゃいけないですよ、離れちゃいけないですよ、きついところを打ち続けること、そうそう、はい、離れるとロハスのパンチがもっと飛んできますからね、はい、しかしロハスも懸命にパンチを出します、離れちゃいけないですよ、離れちゃいけないですよ、視力を振り絞る両者、最終ラウンド、離れるとロハスのパンチが効いてきますからね、はい、4ヶ月前、引き分けで終わった、その試合の決着は、このレインボーホールで、どんな形で決着を見るのか、残り1分です、最終ラウンドも残り1分、いやー、ただ苦しいですね、今、はい、まさに両者が苦しい状況の中で、残り1分切っている中で、これまでのボクシング人生、どちらの積み重ねが多いのか、さあ、しかしチャンピオンが打っていきます、ロハスの右のストレート、伸びた。トラカはロハスに抱きかかえるような形になりましたが、この後パンチを打てるのか、さあ、もつれる両者、とにかくトラカ、はい、離れちゃいかんですよ、さあ、残り30秒、激しい消耗戦になった両者、最後の力を振り絞る、さあ、トラカ、日本人世界王者、不在の時代を止めろ、止めきれるか、ニューヒーロー誕生に向かって、最後の力を振り絞る。ベテラン王者のハスに果敢に挑み続けた、最終ラウンドも残り5秒切っている、ここで試合終了、試合は判定に持ち込まれます、最終ラウンドまでまさに消耗戦、消耗戦になりました。よく打って出ることできましたね、戸高も、ただ採点のところですね、はい、やっぱり、微妙なところがありますから、はい、それを誰にジャージがつけたかで、採点が割れる可能性もありますよね。各ラウンドなるべくどちらかの選手に明確に優劣をつけるようにつけられているこの指導が、果たして両者にどんな明暗を分けていくのか。そうだね、戸高です、新チャンピオン誕生、新チャンピオン
ピオンが帰ってきました。34日ぶり日本人世界王者不在の時代が終わりました。トナカやりました。決着をつけました。まさに死闘でしたが、ついに世界を取りました。よくやりましたね、3対0、うん、はい、よくやりましたね、まあ、本当に世界チャンピオン日本いなかったですから、はい、もうおめでとうという気持ちですね、今日は本当に4ヶ月前に悔しい引き分け、うん、再試合実現をしました、うん、4ヶ月間本当に考え抜いたボクシング、考えそして実行できたの、はい、ということですよね、はい、そして考えただけではなくて上乗せした精神力、うん、そして自信を持って、はい、右をどんどん振っていたと、はい、まあ、中盤苦しいところはありましたけどね、はい、最後また一踏ん張りして打って出ることができたと、これが勝因でしょうね、はい、特に開始早々の第1ラウンド、うん、第2ラウンドの攻撃が見事でした。あれはロハスの手間なく決めて、そうですね、そこでペースを奪って、ただ中盤以降は確かにこのチャンピオンロハスのうまいパンチテクニックにちょっと苦しめられましたけども、粘り切ったという感じですね。それで最後また前に出ることができた、大きかったですね、それは、本当に厳しい戦いでしたが、さあ今トロフィーを受けます。そして腰にはチャンピオンベルトが巻かれました。34日間日本ボクシング界に不在だった世界チャンピオンが誕生しました。宮崎のジムに19歳で入門しまして、そして常に有力ジムの若手の選手の踏み台にされるような試合が続きました。そういう苦しい状況を乗り越えて日本チャンピオンになって、その日本タイトルも怪我で返上しました。しかし苦しみ抜きながら、ああお父さんの茂津さんです、この試合のために宮崎から90人の大応援団を引き連れまして名古屋にやってきました。そしてあマック栗原トレーナーと抱き合います。本当に宮崎で苦労に苦労を重ねてチャンピオンになるために去年1月に名古屋にやってきました。トラカマックトレーナーと師弟関係を結んで3年、そしてベテランロハスに初挑戦して4ヶ月前負傷引き分け、あっと感極まっています。チャンピオン、新チャンピオン、トラカインタビューです。初めてつけた世界チャンピオンのベルトの着け心地はいかがですか。これ以上の喜びはないです。ありがとうございます。序盤から飛ばしていきました。もうマックの指示通りに、マックの言うことだけを信じて今までやってきたんで、今日もそれを12ラウンドまでマックの言うことを聞いて戦おうと思ってたんで、それができたのが良かったと思います。このベルトは浜田さん、はい、今ジャッジの採点が結果出てます。はい、114対113、115対114、僅差なんですが3対0トラカです。いやー本当によく頑張るんですよね、ですからジャッジも今日はポイントポイントの取り方で本当に苦労したところあると思いますけどね、はい、よく戸高の攻めを評価してくれたということがいると思いますね。そうですね、はい、チャンピオンのロハス35歳、大ベテランでしたけども、そのベテランの技巧宮崎から名古屋に来てトラカの勢いが止めたという感じですね。そういうことですね、はい、その皆さんに、さあ前チャンピオンの飯田も嬉しそうです。この飯田からベルトを奪ったロハスからジムの後輩トラカがベルトを奪い返して日本の世界チャンピオンが帰ってきました。因縁の再戦を制しまして日本ボクシング界の世界王者不在の時代を止めたニューヒーローは戸高秀樹、34日ぶり日本に世界王者が帰ってきました。涙のインタビューが続いています。放送の解説は浜田剛さんでした。浜田さん、はい、トラカにもう一言お願いします。おめでとう、これはこれ今日はこの一言だけです。はい、3対0際どい判定、3者ジャッジがつけましたが3対0トラカが判定でロハスを破って日本人世界王者不在の時代を止めました。新チャンピオン誕生です。トラカ選手おめでとう。